度と会えない人にたった一度だけ会えるという、それは近くて遠くてどこまでも続いてゆく、どこが始まりでどこが終わりでどこへ向かっているのかも誰も知らない。だとしてもただただゆっくりと歩き続ける。懐かしい面影は白い中へと消えていった。訪ねる旅を続けてまいりましたが、この旅も終わりに近づいてまいりました。大切だったもの、大切だった人を思い出すことで、私たちはいつでもあの日の大切なもの、大切な人ともう一度会えるのかもしれません。